ボイトレの1分講座です。今回、鼻腔と副鼻腔ですね。まあ、副鼻腔、まあ、鼻腔はこれですね。一番大きい、まあ、空間、よく響かせると良い声になるというところですね。で、副鼻腔はここの骸骨のところにあるように、これが目で、目と目の間のところに、のおでこのところに前頭動があって、目と目の間に歯骨動ですね。があって、この目の下のところに、まあ、上顎動ですね。上顎動があって、で、これが前頭動ですね。ここにつながっているという。で、この目と耳の間あたりに長頸骨動があります。この辺、これらが、副鼻腔ですね。まあ、鼻腔と副鼻腔は、細い管、鼻腔と副鼻腔は細い管でつながっています。これらを連動させて、声を豊かに響かせるといいですね。声が豊かに響くと、まあ、声も、歌声も良くなってきます。以上です。